闘チャンネルです。今回は、ヤクルトの新外国人投手、ディロン・ピーターズ投手について解説します。遠投チャンネル、ヤクルトは20日、新外国人としてディロン・ピーターズ投手を獲得したと発表した。ピーターズは今季パイレーツで5勝2敗、防御率 4.58。メジャー通算59試合で13勝12敗、防御率 5.30。年俸は約1億円。背番号は63に決まった。球団では、低めに強い球を投げられ、チェンジアップ、ツーシームなどの変化球のキレがあると評価。貴重な先発左腕として期待している。来年1月末に来日し、春季キャンプから合流する見込み。まずはピーターズ投手のプロフィールを見てみましょう。国籍はアメリカ。1992年生まれの30歳で、サイスニード、オスナ、サンタナ選手と同い年です。180センチ86キロ。左投げ左打ちの投手。2014年 MLB ドラフト10巡目でマーリンズに入団。その後エンゼルス、パイレーツと渡り歩きました。続いて2022年のメジャー成績と、通算成績を見てみましょう。今シーズンは22登板、うち先発が4試合、5勝2敗3ホールド、39回3分の1を投げ、防御率 4.58。なお、AAA では5登板、7.1 投球回、防御率 1.17 です。通算では59登板、うち先発が34試合、13勝12敗3ホールド、198回3分の2を投げ、防御率 5.30 という成績。通算の奪三振率は 6.80、与四球率は 3.94 です。続いて投球スタイルは、サンスポの記事によると、最速151キロを誇る左腕で、球種も豊富。縦に大きく鋭く曲がるカーブに打者のタイミングを絶妙に外すチェンジアップ、横に滑るように曲がるスライダー、140キロ台後半と高速で変化するシンカーを操る。打たせて取る丁寧な投球術が魅力。ピーターズ投手のコメントは、来シーズン、スワローズという家族の一員になれることを嬉しく思っております。また、ファンの皆さんとチームメイトにお会いできることを楽しみにしています。皆さんの文化と野球に対する忠誠心を受け入れることに、とてもワクワクしています。素晴らしいシーズンにするために、しっかりと準備して臨みたいと思っています。GO! スワローズ。続いてヤクルトの奥村国際グループ担当部長のコメントは、先発経験が多く、メジャーの実績と右肩上がりの調子の良さをメインに獲得した。強い球を低めにズバッと投げられる。勝てる先発の一人として期待している。サイスニード、エスピナルと3人の外国人が先発の枠を競争してほしい。とのことです。以上、ヤクルトの新外国人投手、ディロン・ピーターズ投手についての解説でした。この動画が少しでも良いと思ったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは主にスワローズに関する動画を投稿しているので、遠投の皆さん、そうでない方もぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。